日本の物産の進化を見てみたかったんですね。物産がどう具体的なポイントで進化を遂げてるかっていう、そこのポイントを伝えたくて。例えば食品のラベルって姿をどんどん消してるんですよね。ピュアなものだっていうことを強調するためにデザインが邪魔になってきてるんですよ。なのでなるべく透き通る方向に行ってラベルがどんどんなくなっているっていう傾向があったりとかするのも面白いと思いますね。地方のいわゆる伝統工芸系のメーカーさんと一緒にブランディングも含めたデザインの仕事をしています。過去現在未来って言うけど、僕にとっては全部一続きで、その時に生きてる人がいて使う人がいると。昔の人でさえも未来の人でさえも同じ人間なので、本質的なところは変わらないと思うんですよ。そこにちゃんと響くものづくりができるか、それをやることによって多分時代を超越できて長く使ってもらえるものになるんだなと思っています。150年前のデザインが今にはこういうふうに進化して将来どうなっていくんだろうみたいな、時間軸で今もずっと進化し続けてるっていうことを頭に置いて物を見ると、ゴールとしての完成を見るよりも将来が見えてきて面白いと思うんですよね。なんかそういうことを見てもらいたい。